帰ってきた三橋貴明の「明るい経済教室」略して「リミッツ」ですけれども日本で一番ですねマニアックな経済関係のお話をする番組というふうに自負してるんですけども今日もマニアックです。これまあ親の顔よりもたくさん見ているというふうに皮肉を言われるインフレギャップとデフレギャップの図ですがこの供給能力ね本来の供給能力を潜在 GDP と言います。 でこの潜在 GDP が平均概念であるために内閣府や日銀が出しているそのこのデフレギャップ総需要から総需要をこのどのぐらい供給能力が余ってますかの、ね、ここの乖離ですけどもこれがですね小さく見えているという問題についてはお話してまいりましたけど実はね日銀と内閣府のこのデフレギャップの呼び方が 違うんです結構混乱されてるんじゃないですかね新聞で誰も説明しないからあの内閣府は GDP ギャップのマイナスと表現しますデフレギャップについてで日銀が受給ギャッこの GDP ギャップと受給ギャップまあ GDP ギャップのマイナスも受給ギャップのマイナスも両方デフレギャップなんですよ。ななんで言い方違ううのかなともう一つ これがですね日銀と内閣府の需、えー、給ギャップって書いてますからこれ日銀式呼び方だけどについて見たものなんですけどここ乖離するんですよねあの2014年ぐらいまでは大体同じだったんだけどそこから乖離が始まってで、えー、直近見ますと内閣府の方は GDP ギャップがマイナスが10.2%と対 GDP 比で日銀が6%弱ぐらいですかねでもこれ需給ギャップなんですけどね日銀だとこんなに差が出てるんですよ。 対 GDP これ 3%4%5% ぐらいか5%パーぐらい差が出てるから年率換算の GDP だと25兆円規模で違うと <laughs> いうことになっちゃうんですよ。なんでこんな違いが出るかというと実はその算定方法が違うからなんです、まあ、細かい話なんですけどまず日銀はとりあえずこう市場におけるあるいは産業におけるですねその労働者の稼働率 と、その設備の稼働率をそっちをまず見るんですね。はいで、例えばその労働者や設備まあ、資本と呼びますけど、資本の稼働率がま5%ぐらいは全体的に動いてないなということになるとそのそこからですね。潜在 gdp を逆算して計算するんです。はい、つまり現在の gdp が500兆だったら、その中の5%が動いてないということは、潜在 gdp はこうだねと。 いうようよな計算をすするんですねで内閣府は逆なんです内閣は逆でまず GDP 統計の方から入ってでその GDP 統計においてどのぐらいの,その資本とか労働が稼働しているのかあと、えー、全要素生産性ですね生産性はどうなのかっていうのをあの過去平均で逆あの計算するんです。 あの計算してで本来のの潜在 GDP はこのぐらいだとまずそっちが決まって現在の GDP がこう実際こうだから、えー、で GDP ギャップのマイナスが、まあ、これで言うと10%あるねと日銀は逆でまず労働者と資本の、まあ、これも過去平均なんだけど稼働率計算してそっから逆算して潜在 GDP を計算してそれと GDP 比べて需、えー、給ギャップがマイナスでこのぐらいになってるねっていうような えー、計算をしているわけですね、まあ、どっちみち平均概念だからダメなんだけど <laughs> ダメなんだけど結果的に、まあ、こんな感じでですね特に今年の4月6月期の差が大きく出たとでこれなんでここまで差が出るかというと、まあ、全要素生産性ですね全要素生産性の考え方が日銀の方には入ってないこれ別に悪いって言ってるわけじゃなくてそういう統計だってこと内閣法は入ってるんで潜在 GDP が相対的に大きく見えると大きく見えると。 結果 GDP ガーンと下がったからここの回にね需給ギャップあ GDP ギャップか GDP ギャップのマイナスが、えー、大きい日銀よりもはるかに大きくなっているという感じなんですね。で別にこんなこと覚える必要ないんだけど何を言いたいかというとその統計っていうのは考え方とか計算のやり方によって同じその、まあ、デフレギャップであってもここまで差が出ることがあるんですよね。 でこういう乖離とか違いっていうのがいわゆるその統計マジック騙しのテクニックに使われるんですよく。はい、ということなので、まあ、まず疑ってかかるというような姿勢が必要なのかなと政府がこう発表したとしてね、はい。と私は思うんですけどもでもこここ今日の話って多分今までの明るい経済教室の中で一番細かい話だと思うんですよね一番細かい話なんです。 ただ本来ここまで分かっていないとですねなんで日銀の時給ギャップってこんなに小さいんだっていうような疑問を抱いた時に説明ができないんですよ。だから本来マスコミがこういうことをやるべきだと思うんだけども、まあ、絶対やらないだろうしこれ,これまでもやってこなかったしそもそも理解しないでしょうねこういう話を。 それと情報をコントロールされちゃうので、まあ、この明るい経済教室「蜜」密を見ている人だけでもですね、まあ、こういう違いがあるんだよっていうことだけでも分かっておいていただければなと思う次第でございまます。す。ははい、今回は以上になりますありあがとうございました。